はい、ということで新日本人 IFBB プロ誕生いたしました。メンズフィジーク岩上健人さん、本当におめでとうございます。まあ、このマッスルコンテストジャパンさ、むちゃくちゃレベルがね、高かった。まあ、これオーバーオールの映像になりますけれども、まあ、ハトクマ注目のね、一番右タコス佐藤さんもクラス優勝いたしまして、左から2番目ケントさんも優勝いたしまして、まあ、ここはね、まあ、予想通りではあるけれども、でもそのクラスのね、中もまたさ、もう激戦で、で、このまたオーバーオールのね、この白パンツですよ、91番の方なんかも、むっちゃなんかこのカラーのね、色も、あとこの腹直筋ね、このポージング取る前にクッと力入れた時の、この腹直筋がさ、すげえボコボコしてて、で、まあ身長も高くて、手足も長くて、スタイリッシュでさ、この人もめちゃかっこいいなって思ったんですけど、まあ今回に関しては、やっぱケントさん、トータルでね、やっぱトータルパッケージでね、もうなんかこう圧巻の優勝というか、本当にこう、ドンピシャにはめてきたっていうね、まあそんなね、印象がありました。これね、また画像とかが出てさ、もうちょっとこう一人一人ね、こう見比べたりとかができるようになったら、まあその変化とか、またそういう動画もね、作りたいと思うんですけど、でもここでね、一つ、もう言いたいのはタコス佐藤さんもめちゃくちゃこれ良かったんじゃないかなって、思うわけですよ。まあ、コンディションはね、やっぱりこう、毎大会外すことなく、ドンピシャにはめてきておりますし、やっぱりこの体筋肉のね、つき方のバランスっていうのは本当に綺麗ですし、背中に関しても、この中央の盛り上がりとその横とのね、メリハリであったりとか、そういったところもしっかりとついてますし、ただ今回のこの大会に関しては、ケントさんがね、良すぎた。そのま、コンディションもそうだし、だからそこから出てくる、やっぱ腹斜筋のカットとか、肩とね、腕のこのメリハリであったりとか、まあ、ケントさんもさ、この中央部、この僧帽筋から起立筋からこのね、盛り上がりがすごく目立つ、まあ、背中はされてるんですけど、その横とのね、このなんか凹凸感というかさ、ほんとこの大会、もう 100%、いや102、いや200、いや 300%、本当になんか過去最高の岩上ケントさんがこの日、バンとハマって出てきたんじゃないかな。そんぐらいなんかこうビビるね、体つきだったんじゃないかなと鳩熊は、思いました。皆様いかがでしょうか。だってこのさ、クッてね、ケンドさんもこうポージング取るときにこの肩なんかもすごいんだけど、こういったカットもすごい鮮明に見えるじゃないですか。でいてやっぱサイズもね、しっかりとありますので、91番の選手なんかもね、結構サイズがあるように見えた選手だったんですけれども、すべてにおいて弱点のないというか、減点の少ないね、ほんと体だったんじゃないかなっていう風に思いました。まあ、でもとにかくね、ハイレベルだったね、これね。すごいね。ボディービルなんかもなんかすごい人出てたけど。はい、ということで、まあ、ちょっと今日はね、軽めなジャブで、失礼いたしますが、本日行われました、マッスルコンテストジャパンにおきまして、メンズフィジークで、岩上健人さん、まあ、日本人のね、新しい IFBB プロが、誕生しましたということで、まあ、東京プロでね、デビューになるのか、どこでデビューになるのかはわかりませんが、これはまた楽しみなね、1年スタートになったんではないでしょうか。はい、ということで、まあ、今日はですね、そんな感じで動画終わりたいと思います。皆様のね、このマッスルコンテストジャパン、メンズフィジークの結果とか他の結果とかね、何か感想ありましたら、どんどんコメント書いていただければと思います。またぜひ、ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。